5、伊藤は臨時校の中に809人の仲間を作った。倉田工業では600人の臨時校を首切るということがいよいよ確実になり、10円のであっても出しそうにないことが、過去共産党のビラが巻かれてから、誰の目にもはっきりしてきた。その不安が我々の方針と一致して、親睦会めいた塊は考えたよりもたやすくできた。女たちは工場の帰りには腹がペコペコだった。伊藤や辻や佐々木たちは、辻や佐々木は仲間のうちでも一番素質が良かった。皆を誘って汁小屋や蕎麦屋に寄った。一日立ちずくめの仕事でくたくたになっているみんなは甘いものばかりを食った。そして初めて機械の轟音がなくなったので、大声でたった一度に一日中のことをみんなで喋ってしまおうとした。伊藤たちは次のようにやってきた。伊藤はみんなの中でもあれということになっていた。それで汁小屋などでは伊藤はそれらしいことを話しても別に不自然ではなかった。辻と佐々木は桜をやった。みんなと一緒になり、わざといろいろな時には反動的なことを伊藤に持ち出して、そういうことについての話のきっかけを作らせた。それは初めのうちはお互いの調子がうまく取れないでどまつき、同じところをぐるぐる巡りをしたりした。ある時などはぐるになっている化けの皮が剥げそうになってヒヤヒヤした。そんな時は慌てて白小屋の外に出ると、三人とも自分がぐっしょり汗をかいているのに気づいた。が、一回二回と目に見えて巧妙になっていった。桜になるものが上手だと少しの考えもなく、ただ友達くらいのつもりでついてきた女行も、うまうまと引きつけることができた。だから、桜になるものは意識の低い、普通の女行が知らずに抱いているような考えや偏見などをはっきり知っていなければならなかった。女行たちは集まると話すことは誰と誰が変だとか、誰と誰がくっついたとか、くっつかぬとか、そんなことばかりだった。伊藤が連絡の時、こんなことを私に話したことがある。マスクにいる吉村という本校から、絹ちゃんというパラシュートの女校に、どこか静かなところでゆっくりお話しましょうというラブレターが来たというので、皆が工場を出るなりキャッキャと話している。蕎麦屋に行ってからもそればかりが話題になった。絹ちゃんは、その手紙をもらってから、急におしろいが濃くなったとか、丸鏡に紐をつけて帯の前に吊るし、仕事をしながら始終覗き込んでいるとか、再現がない。ところが、仲間でも少し利口なしげという女が、こんなこと言った。絹ちゃんがしみじみとしげちゃんにこぼしたというのだ。静かなところでゆっくりお話がしたいというけれども、工場の中はこんなにガンガンしているし、夜業をして帰ると9時、10時になってくたくたに疲れているし、それにあの人は7時頃帰るので一緒になることができないって。誰かかわいそうにね、と言った。すると桜の佐々木が、これじゃあ私たち恋を囁くこともできないのね、と言った。みんな、そうだ、とか、本当ね、とか言い始めた。恋を囁くためにだって、第一こんな長い時間働かせられたらたまったもんじゃないし、それにまた、あの人と二人で活動写真ぐらいは見たいもの、ねえ。みんなが笑って、本当よ、と言った。それにはこんな日給じゃしょうがないわ。そう、少し時間を減らして日給を増してもらわなかったら、恋も囁けないと来ている。実際会社はひどいよ。私んとこの親父ね。あいつ今日こんなこと怒鳴ったの。今どんな時だか知っているか。戦争だぞ。お前らも兵隊の一部だと思って身を粉にして働かなきゃならないんだ。もう少し戦争がひどくなれば兵隊さんと同じぐらいの日給でどしどし働いてもらわなくてはならないんだ。それが国のためだって。ハゲッチョそんなこと言ってたよ。これには伊藤もびっくりしてしまった。恋を囁く話が伊藤さえもそれと気づかぬうちに会社の待遇の問題に入っていっているのだ。このところ桜まであっけに取られた形だった。話はそれから少しの無理押し付けというところもなく会社の周知に対する攻撃になった。私はその話を伊藤から聞き本当だと思った。戦争が始まってから労働強化はどこでもひどくなっているのだが、同一の労働、あるいは同一以上の労働をしているにもかかわらず、女工に対する搾取は急激に強まっている。今では全く恋を囁くということさえ、その経済上の解決なくてはなくしては不可能になっている。そりゃ皆はそういう言葉としてではなしに感じているのだ。伊藤は最近この連中を誘って何か面白い芝居を見に行くことになっていた。伊藤や辻や佐々木は皆が浅草のレビューか片岡千恵蔵にしようと考えているので、それを左翼劇場にするために桜であじることになっている。私は伊藤の報告の後でそのグループに断交をも入れること。それは須山と連絡を取ってやればそんな困難なことではなく、一人でも断交が入るようになれば、また皆の息が違うこと。もう一つの点は、そのグループを臨時校ばかりにしないで本校を入れるようにすること。このことが大切なことだと自分の考えを言い、彼女も同意した。それから私たちは600人の首切りに備えるために、今まで入れていたどっちかといえば、更新式のビラをやめて、ビラを工場新聞と分けて独立さすことにした。須山に更新の題を考えておけと言ったら、彼は恋のパラシュートとしてはどうだと鼻を動かした。更新はマスクという名で出すことになった。私は今工場に出ていないので、S からその編集を引き受けて、私の手元に伊藤、須山の報告を集め、それを元にして原稿を書き、プリンターの方へ回した。プリンター付きのレポから朝早く伊藤が受け取ることになっていた。私は須山伊藤とは毎日のように連絡を取り、更新の影響を調べ、その教訓をすぐマスクの次の編集に反映させた。伊藤や須山の報告を聞いていると、会社の方も刻々と対策を練っていることが分かった。今では10円の手当のことや首切りのことについては不気味なほど何も言わなくなっていた。それは明らかに何か第2弾の策に出ているのだ。もちろんそれは10円の手当を出さないことや、首切りをうまうまとやってのけようとするための策略であることはわかる。が、その策略が実際にどういうものであるかがはっきりわかり、それを皆の前にさらけ出すのではなかったらダメだ。相も変わらず今まで通りのことを繰り返しているのならば、皆は我々の前から離れていく。我々の戦術は向こうのブルジョアジーのジグザグな戦術に的確に適応していかなければならない。私たちの今までの失敗を見ると、最初のうちはいつでも我々は敵を脅かしている。ところが敵が我々の一応のやり方をつかむと、それの裏を行く。ところが我々は敵が一体どういうふうにやろうとしているかという点を見ようともせず、一本槍で同じようにやっていく。そこで敵は得たりと、最後の土壇場で我々をうっちゃるのだ。さすがに、伊藤はそれに気づいて、どうもこの頃変だという。しかしそれがどこにあるのかがわからない。次の日、須山は小さい紙片を持ってきた。掲示。皆さんの勤勉精霊によって会社の仕事が非常に順調に運んでいることを皆さんと共に喜びたいと思います。皆さんもご承知のことと思いますが、戦争というものは決して兵隊さんだけでできるものではありません。もしも皆さんがマスクやパラシュートや飛行船の側を作る仕事を一生懸命やらなかったら、決して我が国は勝つことができないのであります。でありますから、あるいは仕事に少しの辛いことがあるにしても、我々もまた戦争で敵の弾を浴びながら戦っている兵隊さんと同じ気持ちと覚悟を持ってやっていただきたいと思うのです。一言皆さんの覚悟を促しておく次第であります。工場長。我々の仕事は第2の段階に入った、と須山が言った。工場では600人を最初の約束通りに、仕事に一定の区切りが来たら辞めてもらうことになっていたが、今度方針を変えて成績の優秀なものと認めたものを200人ほど本校に繰り入れることになったから、各自一生懸命仕事をしてほしいというのだった。そしてその噂を工場中に撒き散らし始めた。私と須山はうなった。明らかにその噂は首切りの瞬間まで犯行の組織化されることを妨害するためであった。そして他方では刑事を利用し本校に編成するかもしれないという餌で一生懸命働かせ、もっと絞ろうという魂胆だったのである。須山はその本質を暴露するために刑事を移してきたのだった。これで私たちは会社の第2弾の戦術が分かった。私と須山と伊藤は毎日連絡を取った。が、連絡だけでは精密な対策が立たないので、一週に一度の予定で三人一生縁故、座ることにすることになっていた。その家の世話は伊藤がやった。須山と伊藤は存在が合法的なのでよかったが、私が一定の場所に2時間も3時間も座り込んでいることはかなり危険なので、細心の注意が必要だった。私は伊藤と街頭連絡で場所を聞き、その周囲の様子をも調べてみて安全だとわかると、彼女と瀬山に先に行ってもらって、私は別な道を選んでそこに出かけることにしていた。私はそこへ行ってもすぐに入らず、ある一定の場所を見る。その家に異常がないと、その場所に伊藤が印をつけておくことになっていたからである。昼のうち蒸れていたアスファルトから生暖かい風が吹いてくるある晩、私は須山と伊藤に渡す旗、機関紙とパンフレットを持って家を出た。その夜は縁故することになっていた。途中まで来ると、街角に巡査が2人立っていた。それからもう一つの角に来ると、そこには3人立っている。これはいけないと思った。物を持っているので、今日の会合をどうしようかと思った。そう思いながらまだ決まらずに歩いていると、交番のところにも巡査が2、3人立っていて、驚いたことには顎紐をかけている。途中から引き返すことはまずかったが仕方がなかった。私はちょっと歩きよどんだ。すると交番の一人がこっちを見たらしい。そして私の方へ歩いてくるような気配を見せた。私はとっさに少しうろうろした様子をし、それから帽子を手にやって、S 町はこっちでしょうか、それとも、と聞いた。巡査は私の様子を嫌な目で人当たり見た。S 町はこっちだ。はあ、どうもありがとうございます。私はその方へ歩き出した。少し行ってから何気なく振り返ってみると、私を注意した巡査は後ろ向きになり、二人と何か話していた。畜生めと思った。そして私は懐の上から、旗やパンフレットを叩いた。悔しいだろう、50円もらえず、損ないして。私は万一のことを思い、とうとう家へ帰ってきた。次の朝、新聞を見ると人殺しがあったのだ。私たちはよく別な事件のためにそば杖を食った。が、あいつらは得てしてそんな事件を口実にして赤狩りをやったのだ。現にあいつらはその度ごとに思わぬ副産物があったとほざいているのがその証拠だ。S によると外国の雑誌に日本では夜遅く外を歩く自由も、喫茶店で無理やりな関係の点検を受けずにはのんびりと話し込む自由もないと書いてあるそうだが、それは本当だ。そしてそれは特に我々への攻撃のためである。私は常に新聞に注意し、朝出るときとか夜出るときには自分の出かける方面に何か事件がないかどうか調べてからにした。ことに今まで逃げ回っていた人殺しとか強盗が捕まったりした記事は隅から隅まで読んだ。その時には自分の取っている新聞ばかりでなく、いろいろな新聞を笠原に交わして注意して読んだ。ある時7年間隠れていたという犯人の記事などは多くの点でためになった。私は毎朝の新聞はまずそういう記事から読み出した。私は今一緒に沈んでいる S や N の間で捕まらない5カ年計画の社会主義競争をやっている。それは5カ年計画は6カ年なり7カ年になればなるほど成績が優秀なので、5カ年計画を6カ年でというスローガンである。そのためには日常行動を偶然性に頼っていたのではダメなので、科学的な考慮の上に立って行動する必要があった。片原時々古本屋から新青年を買ってきて私に読めという。私もどうやら時には探偵小説を真面目に読むことがある。次の日、定期の連絡に行くと、須山は私を見るや、よかったよかったと言った。彼は私が、私は約束を欠かしたことがないので、やられたものとばかり思い、実は君の顔を見るまで悪い想像ばかりが来て弱っていたというのである。私は昨日のそば杖を食ったことを話した。そして、5カ年計画を6カ年じゃないか、と笑った。それはそうだが、昨日私が人殺しのそば杖を食って縁故ができなかったので、須山は今日それができるように用意してきていた。場所は伊藤の下宿だった。彼女はここ1、2日のうちにそこを引き移るので、下宿を使うことにしたのである。下宿人が7、8人もいるので条件はあまり良くなかった。私はもし小便が出なくなったら、伊藤が病気の時に買っておいた便器を使って、便所へ降りていかないことにした。便所で同宿の人に顔を合わせ、もしもそれが知っている人であったりしたら大変である。私は二人にそっちを見てろよと言って、部屋の隅っこに行き、そのガラスの便器に用を足した。伊藤は肩をクックッと動かして笑った。臭いぞ、と瀬山は大げさに鼻をつまんでみせた。キリンの生だ。私は便宜を隅の方に押しやりながら、そんなこと言って二人を笑わせた。倉田工業はいよいよ最後の構成に出ていることが分かった。それは例えば伊藤の報告のうちに出ていた。伊藤と一緒に働いているパラシュートの女工が、今朝入ったマスクの第3号を読んでいると、4、5日前に新しく工場に入ってきた男工がいきなりそれを踏んだくって、その女工を殴りつけたというのである。マスクやビラが入ると、みんな親父にこそ用心すれ、同じ仲間には気を許す。それでうっかりしていたのであった。それを見ていた伊藤はどうも様子が変だと言い、その男を調べてみることにした。後で掃除婦から、その男工はこの地区の青年団の一員で、在京軍人であり、戦争が始まってから特別に雇われて入ってきたということが分かった。それからその男に注意していると、第一工場にも第三工場にも仲間がいるらしい。時間中でも台を離れて他の工場に出て行くことがあった。注意していると親父はそれを見ても黙っていた。それに最近は倉田工業内からに以前からあった、過去あったが今まで何も運動してなかった大衆統計の猟友会の清川厚田の連中とも行き来しているらしいことが分かった。おかしなことは今まで何もしなかった猟友会がこの頃少し動き出していること。第2には、それがどこから出ているのかはっきりわからなかったが、国家非常時の時でもあるし、重大な責任のある仕事を受け持っている我々は、他の産業の労働者よりももっと自重し、緊張しなければならない。そこで倉田工業内の軍籍関係者で在京軍人の分解を作ろうではないかという噂が出ていること。工場長などは賛成らしいが、それは特別に雇われた連中から出ているらしく、猟友会の一員の者がそれに助力していることは確かだった。ただそういうことは会社が表に立ってやっているのでは効果が薄いので、直行の中から自発的に出てきたというふうに策略していることもはっきりしている。君の方はどうなんだと須山に聞くと、彼は自分の方にはまだはっきりと現れていないが、とちょっと考えてから、最近昼休みなどに盛んに戦争のことなどについて喋り回って歩いている男がいると言った。伊藤君の今の報告で気づいたのだが、と彼は今まで昼休みなどに皆の話題になるのは戦争の話だとか景気のことなどだったが、それについては皆がどこからか聞いてきたことや素朴な自分の考えを得意になって一石弁じ立てたり、またしょげ込んで話したりするのだが、気づいてみるとそういうのとは違った。どこか計画的に先導的に喋り回ってる奴らがいるらしいというのだ。これでもってみると、向こうが全面的にやり出していることはもはや疑うべきもなかった。そして、我々が彼らに勝つには、敵の勢力の正確な科学的な認識が必要だった。今彼らは自分たちが上から従業員を無理強いするだけでは足りないということ。また工場の行き帰りを警察の背広で見張りさせていることだけでも足りないということを知って、第3弾の構えとして、職工たち自身の中から我々の組織にの食い込みを妨害させることが必要であると考えているのだ。そのために猟友会が動き出しているし、工場の中に青年団や在京軍人の分解の組織を押し広げようとしていることがわかる。工場が工場なだけに、軍需品工場なので、これらの組織は作られやすい危険な条件を備えている。私たちは今三方の道から敵の勢力と対峙していると言わなければならない。須山によると、工場の中で戦争のことを喋り回って歩いているやり方は、今までのようにただ忠君愛国だとか、ちゃんころが憎いことをするからやっつけろとか、そんなことではなくて、今度の戦争は以前の戦争のように結局は三井とか三菱が占領したところに大工場を建てるためにやられているのではなくて、無産者の活動のためにやられているのだ。満州を取ったら大資本家を排除して我々だけで王国を建てる。内地の失業者はどしどし満州に出かけてゆく。そうしてゆくゆくは日本から失業者を一人もいなくしよう。ロシアには失業者が一人もいないが、我々もそれと同じようにならなければならぬ。だから今度の戦争はプロレタリアのための戦争で、我々も及ばずながらその与えられた部署部署で、懸命に働かなければならないと言っていた。猟友会の清川や厚田は、今度の戦争は結局は大資本家が新しい搾取を植民地で行うための戦争であると言って、昼休みに在京軍人や青年団の職工などと議論した。ところが清川は、ただ今度の戦争は他の方面ではプロレタリアのために利益をもたらしている。例えば金属や化学の軍需工場などでは人がいくらいても足りない盛況だし、それはいわゆる戦争株の冒頭を見てもわかる。そしてどこかで聞いてきたのか、帝国火薬の株は元4円が今9円という倍価を示しているし、石川島造船は5円が25円という状態になっており、弾丸製造に使うアンチモニーは20円前後の相場が今100円ぐらいになっている。さらにドイツは世界戦争で負けてめちゃくちゃになったと思っているが、クルップ鉄工場などは平時の10倍もの純益を上げている。それだけ、また我々の生活もおかげを被るのだから、一概に戦争に反対したって始まらない。その限りで利用しなければならない。そういうのが彼らの意見だった。ここへ来るとはじめ、青年団や在京軍人と議論していても、いつの間にか意見が合っていた。昼休みの様子を見てみると、青年団の満州王国の話はなんだか夢のような、それは信じていいのかどうか、もしも本当だとすればいいがという程度だったが、清川たちの話には臨時工などが賛成だった。戦争に行って死んだり、不遇になったり、また結局、満州王国といったところで、そんなに自分たちのためになるかどうか分かったものではない。しかし、とにかく戦争があったために自分たちは長い間の失業からどうにか職にありつけたのである。だから、仕事は臨時工だというので手当てもなく、強制残業させられたり、またたかが臨時工だからというので本校と同じ分量の仕事をしているにもかかわらず、賃金が安かったりするのが不満だったが、とにかく戦争のおかげを被っていると考えていた。清川のように自分が少なくとも労働者のための政党である大衆党の一人であるということさえも忘れて、まるで資本家にでもなったかのようにその株の値段を心配してやったり、そのおかげのことを考えているような意見でも、職工たちの、ことに臨時工の目先だけの利益を、巧みに掴んでいるのである。伊藤は自分たちの仲間、みんなの前でそんな考えの裏を書いて、女工たちにちゃんと納得させるという段になると、下手だし、うまく反駁ができない。歯がゆくて仕方ないと言った。私は伊藤のこのことは本当だと思った。私たちは今度の戦争の本質がどこにあるかということははっきり知っている。しかし、うぬぼれなく、私たちはそのことをみんなに納得させること。つまりみんなの毎日の日常の生活に即して説明してやることではまだまだまずいのだ。レーニンは戦争の問題では往々にして革命的労働組合でさえ謝ることがあると言っている。そこへ持ってきて清川とか厚田とかもっとそれをわからなくするための努力をしているのだから、ますます難しい。会社ではこの頃5時のところ6時まで仕事をしてくれとか7時までにしてくれとか言って、その分に対しては別に賃金を支払うわけでもなかった。そんなことは、この頃では毎日のようになっていた。臨時工などはブツブツ言いながらも、それをしなかったりすると、後で本校に直してもらえないかもしれないというので、居残った。が、6時までやるとどうしても弁当を食わなければできない。弁当代は出ない。すると6時までに仕事をやるために、かえって1日分のもらい分が減るという状態なのである。それは賃金を下げるぞと言わずに、実際では賃金を下げているやり方なので、みんなは人を馬鹿にしていると言って憤慨しだした。伊藤のいるパラシュートでは6時まで居残りの時は、弁当代を出してもらわなければどうもならんと言っている。そればかりでなく、最近では働く時間が10時間なら10時間と言っても、元とはすっかり違っていた。本校に組み入れられるかもしれないというので、みんなの働きは見違えるほど拍車がかけられていた。前には仕事をしながら隣と話もできたし、絹ちゃん式に前帯に手鏡を吊るして時々覗き込むこともできたが、今ではポタポタ落ちる汗さえ袖で拭う暇がない。パラシュートなどは電気アイロンを使うので汗でぐっしょりになる。広げたパラシュートに汗がポタポタ落ちた。出来高から見ると、会社は以前の 40% 以上儲けていることが分かった。それに関わらず、元通りの賃金しか払わないのである。それは実際に仕事をしている職工たちにはよく分かった。が、みんなは自分の生活のことになると戦争は戦争、仕事は仕事と分けて考えていた。仕事の上にますますのしかぶさってくる過酷さというものが、みんな戦争から来ていることは知らなかった。だからその結びつきを知らせてやりさえすれば、清川や青年団の理屈をみんなは本能で見破ってしまう。以上のことから細胞としてどこに新しい闘争の力点が置かれなければならないかがはっきりした。清川や厚田などが臨時校の中に持っている影響を切り離すために、みんなで労働強化反対とか、賃金値上げとか、待遇改善などを猟友会に持ち込ませる。そうすれば彼らはいろいろな理屈を並べながら結局その闘争の先頭に立つどころか、みんなを丸め込んでしまう。それを早速掴んでみんなの前で、あいつらは味方ではないということをはっきりさせる。さらに私たちは細胞会議の決議として、マスクの編集で工場内ファシスト、社会ファシストの暴露を新しく必要に取り上げていくことに決めた。書きチラシの紙を一つ一つマッチで焼きながら、こう見てくると向こうかこっちかという決戦がだんだん近くなっていることがわかるな、と須山が言った。そうだよ、あいつらに勝つためには科学的に正しい方針と、そいつをどんなことがあっても最後まで貫徹するという決意性があるだけだ。ファシスト連が動き出したとすれば、俺たち命がけだぜ。私がそう言うと、我らにとっては工場は城塞ではなくて、これは戦場だ、と須山は笑った。それは誰からのスクラップだ。俺自身のさ。その後、地方のオル、党地方委員会の組織部会に出ると、官営 N軍機工場では、ピストルと剣を儀した憲兵の見張りだけでは足りなく、職場の大切な部門や憲兵に職工服を着せて入り混じらせていたという報告がされた。そこの細胞が最近検挙されたが、それは知らずに職工の服を着た憲兵に働きかけたためだった。そういう職工はわざと表面は意識のある様子を見せるので危険この上もなかった。倉田工業は本来の軍機工場ではないので、まだ憲兵までは来ていないが、事態がもう少し進むとそこまで行きかねないことが考えられる。6、時計を見るとまだ9時だった。それで少し雑談することにし、私たちは体を横にして長くなった。私は伊藤の兄弟を見て、それが笠原の兄弟よりもなかなか立派で、黄色や赤や緑色のおしろいまで揃っているので、おやおやと言った。伊藤はそれと気づいて、嫌な人と立ってきた。伊藤は赤、青、黄と品を変えて夜な夜な凄腕を振るんだと須山が笑った。そら、そこに三越とか松坂屋の包み紙がたくさんあるだろう。現状品なんだよ。幸福なゴミ分さ。工場でちょっと目につく綺麗な女工だと、大抵監督の親父から、係の責任者から、仲間の断交から、買い物をしてもらったり、松坂屋に連れて行ってもらったり、一緒にシルク屋に行っておごってもらったりする。伊藤は見込みのありそうな平職工だと誘われるままに出かけていったし、自分からももちろん誘うようにしていた。それで彼女は工場には綺麗に顔を作っていった。しかしそれは断交の場合も同じで、小ざっぱりした身なりと少しキリリとした顔をしていると、女工たちから須山のいわゆる直接かつ具体的につきまとわれた。どうだいこの頃は、と私が言うと、須山は顎をなでなでニヤニヤした。一向に不景気で。よしちゃんはまだか。私は頬杖をしながら頭を動かさず、目だけ向けて聞いた。何が？伊藤は聞き返したが、それとわかると顔の表情を瞬間だったが少し動かしたが、まだまだ、と、すぐ平気になりそう言った。革命が来てからだそうだ。我が男の同志たちは結婚すると、3000年来の潜在意識からマルキストにもかかわらず、吉子を奴隷にしてしまうからだと。と、須山が笑った。須山は自分のことを白状していると、伊藤はむしろ冷たい顔で言った。良き同志が見つからないんだな。私は伊藤を見ながら言った。俺じゃどうかな。須山はむくりと上半身を起こして言った。過ぎてる。私はそう言うと、どっちが俺だろうと須山がニヤニヤ笑った。こいつ恐ろしくずうずしいうぬぼれを出したもんだ。三人が声を出して笑った。私は自分たちの周囲を見渡してみても、伊藤と互角で一緒になれるような同志は、そんなにいまいと思っている。彼女がもし本当に自分の相手を見出したとすれば、それはきっと優れた同志であり、そういう二人の生活はお互いの党生活を助成し合う、立派なものだろうと思った。私は今までこんなに一緒に仕事してきながら、伊藤をこういう問題の対象としては一度も考えたことがなかった。だが、それはいかにも伊藤のしっかりしていたことの証拠で、それが知らずに、私たちの気持ちの上にも反映していたからである。責任を持っていい奴を世話してやることにしよう。私は冗談のような調子だが本気を含めて言った。が、伊藤はその時苦い顔を私に向けた。帰りは表通りに出て円卓を拾った。自動車は近道をするらしく、しきりに暗い通りを曲がっていたが、突然賑やかな明るい通りへ出た。私は少し酔った風をして帽子を前のめりにかぶった。どこへ出たのと聞くと銀座だという。これは困ったと思った。こういう盛り場は苦手なのだ。が、そうとも言えず、私はわからないようにもっと帽子を前のめりにした。だが私は銀座を何ヶ月と見ないだろう。指を折ってみると4ヶ月も見ていなかった。私は時々両側に目をやった。私がその辺りを歩いたことがあってから随分変わっていた。いつの間にか私は貪るように見入っていた。私はかつてこれと似た感情を持ったことがある。それは、おととし刑務所へ行っていた時だった。余震亭へ出廷のため、刑務所の護送自動車に手錠をはめられたまま乗せられて裁判所へ行く途中、私はその鉄棒のはまった窓から半年ぶりで新宿の雑踏を見た。私は一つ一つの建物を見、一つ一つの看板を見、一つ一つの自動車を見、そして雑踏している人たちの一人一人を見ようとした。私はその人混みの中に誰か顔見知りの同士でも歩いているのではないだろうかと、どのくらい注意したかわからなかった。その刑務所の独房に帰ってから、一、二日、目がチカチカと痛かったことを覚えている。自動車が4丁目の交差点に来ると、じりじりじりとベルが鳴って、向こう側の電柱に赤が出た。それで私の乗ってる自動車は停車線のところで止まってしまった。すぐ窓際をいろいろな人の群れがぞろぞろと通っていった。私は気が気でなかった。中には車の中を覗き込んでいくものさえある。私はいざといえば逃げられるように反対側のドアのハンドルに手をかけたまま、顎を胸に落としていた。やがてじりじりじりとベルが鳴り出した。私はほっとしてハンドルの手を緩めた。私はぞろぞろと散歩している無数の人たちを見たが、そういえば私は自分の生活に全く散歩というものを持っていないことに気づいた。私にはぶらりと外へ出るということは許されていないし、部屋の中にいてもうかつに窓を開けて外から私の顔を見られてはならないのだ。その点で留置場や独房にいる同士たちと少しも変わらなかった。しかしそれらの同士たちよりもある意味ではもっと辛いことは、ぶらりと外へ出ることができて、しかもそれを抑えていかなければならなかったからである。だが私にはどうしてもそうしなければならないという自覚があったからよかったが、一緒にいる笠原には、随分そのことが答えるらしかった。彼女は時にはやはり私と一緒に外を歩きたいと考える。が、それがどうにもできずイライラするらしかった。それに笠原が昼の勤めを終わって帰ってくる頃、いつでも行き違いに私が外へ出た。私は昼うちにいて夜ばかり使ったからである。それで一緒に部屋の中に座るということが少なかった。そういう状態が一月し二月するうちに笠原は目に見えて不機嫌になっていった。彼女はそうなっていけないと自分を抑えているらしいのだが、長いうちには負けて私に当たってきた。全然個人的生活のできない人間と、大部分の個人的生活の範囲を背後に持っている人間とが一緒にいるので、それは困ったことだった。あんたは一緒になってから一度も夜うちにいたことも、一度も散歩に出てくれたこともない。しまいに赤沢らは分かりきったそんなバカなことを言った。私はこのギャップを埋めるためには、笠原をも同じ仕事に引き入れることにあると思い、そうしようと幾度か試みた。しかし一緒になってから笠原はそれに適する人間ではないことが分かった。いかにも感情の浅い、念力のない女だった。私は笠原にお前は気象台だと言った。些細なことではしゃいだり、また逆にすぐふてくされた。こういうたちの者は到底我々のような仕事をやっていくことはできない。もちろん一日の大半をタイピストというような労働者の生活から離れた仕事で費やし、帰ってきてからも炊事や日曜日などには、二人分の洗濯などに追われ、それは随分時間のない負担の重い生活をしていたのでかわいそうだったが、彼女はそこから自分でぐいとひとつき抜け出ようという気力や意識さえも持っていなかった。私がそうさせようとしてもそれについてこなかった。私は自動車を途中で降り、二停留所を歩き、それから個人に入り、家に帰ってきた。笠原青い浮かない顔をして部屋の中に横座りに座っていた。私の顔を見ると、クビになったわと言った。それがあまりに突然なので、私は立ったまま黙って相手を見た。笠原は別に何もしていなかったのだが、紹介では赤井という噂があった。それで主任が保証人である下宿の主人のところに訪ねてきた。ところが彼女は以前からそこにいないということが分かってしまった。私のアジトは絶対に誰にも知らせてはならないので、彼女は自分の下宿を以前のところにしてあったのである。紹介ではそれでいよいよ怪しいということになり、早速辞めさせたのだった。私は今まで笠原の給料で、マダイや細々とした日常の雑費を払い、活動に支障がないようにやっと辻褄を合わせてきたので、彼女の首はかなり打撃だった。だが、そうと決まれば、この際少しでもたくさんの金を紹介から取ることだったが、私が非合法なので強いことは言えなかった。事実、主任は警察の手が入らないだけ、君の儲けなのだからおとなしく引いてもらいたいと、暗に釘を打っていた。私たちはてきめん困っていった。悪いことには、それがすぐ下のおばさんにわかる。下宿だけはきちんとして信用を得ておかなければうさんくさく思われる。そうなると、それはただ悪いというだけでは済まなくて危険だった。それで下宿代だけはどうしても払うことにした。だがそうするとあと2、3円しか残らなかった。2、3円などはすぐになくなる。笠原は就職を探すために毎日出かけていくし、私も1日4回平均には出かけなければならなかった。私は今まで乗り物を使っていたところを歩くことにした。そのために一つの連絡を取るのに、その前後3、40分という時間が余分にかかり、ところによると、行きと帰りにも2時間もかかり、仕事の能率がめきめきと減っていった。私は基金カンパを起こしているのだと言って、会う同士ごとに5銭10銭とせしめた。こうなると、須山の神田伯山もないものだ、と私は苦笑した。須山や伊藤は心配してくれた。自分たちは合法的な生活をしているので、金がなくても致命的ということは少ないし、それに誰からでも金は借りられるというので、日給から50銭、1円と私のために出してくれた。私はそういう金はうかつに使えないと思ったので、仕事のための交通費に充て、飯の方を倹約した。ナスが安くて5銭で買うものなら、2、30も来るので、それを下のおばさんのぬかみその中に突っ込んでもらって、朝、昼、夜、3回ともそのナスで済ました。3日もそれを続けると、てきめんに体に応えてきた。階段を上がるたびに息切れがし、汗が出て困った。腹が減り、体が疲れているのに、同じものだと少しも食欲が出なかった。しまいには、飯にお湯をかけ、目を力いっぱいつぶってザブザブとかっこんだ。それでも飯のある時はよかった。夜3つぐらいの連絡を控えていて、それも金がないので歩き通さなければならないとき、朝から一度しか飯を食っていないときは情けない気がした。私は一度その同士に会えたら、パンくらいにはありつけるだろうと当てにしていったのだが、まんまと外れてしまったことがあった。その同士は気の毒そうな顔をして、自分はこの次に M に会うが、あるいはパン代ぐらいは出そうだから一緒に行ってみようと言った。M とは顔見知りだし、我慢できなくなった私はそうすることにした。私はそこでパンとバターにありつけた。M はパン一遍食うために大の男がのこのこ出かけてきて捕まったりしたらことだぜ、と笑った。まず我にパンを与えよう、だよ。私はそんなこと言って笑ったが、こういう状態が続くということは全く良くないことだと思った。しっかり腰を据え、長い間決して捕まらずに仕事をしていくためには、こんな無理や焦り方をしてはダメだ。私は最後の手段を取ることに決めた。その日帰ってきて、私は勇気を出し、笠原にカフェの女給になったらどうかと言った。彼女はこの頃では毎日就職のために出歩きで疲れ、不機嫌になっていた。私の言葉を聞くと彼女は急に体を向き直し、それから暗い嫌な顔をした。私はさすがに彼女から目をそらした。だが彼女はそれっきり堅くなに黙り込んだ。私も仕方なく黙っていた。仕事のためだって言うんでしょう。朝原は私を見ずに、かえって落ち着いた低い声で言った。それから私の返事も聞かずに、突然甲高い声を出した。女郎にでもなります。笠原はいつも私について来ようとしていないところから、なすことのすべてが私の犠牲であるというふうにしか考えられなかった。もしも犠牲というならば、私にしろ自分のほとんどの全部の生涯を犠牲にしている。須山や伊藤などと会合をして帰り際になると、彼らが普通の世界の、普通の自由な生活に帰っていくのに、自分には依然として少しの油断もならないくつろぎのない生活のところへ帰っていかなければならないと考えさえ浮かぶことがある。そして一旦捕まったら、4年5年という牢獄が待ち構えているわけだ。しかしながらこれらの犠牲といっても、幾百万の労働者や貧農が日々生活の中で行われている犠牲に比べたら、それは物の数でもない。私はそれを二十何年間も水飲み百姓して苦しみ抜いてきた父や母の生活からも直に知ることができる。だから私は自分の犠牲もこの幾百万という大きな犠牲を解放するための不可欠な犠牲であると考えている。だが笠原にはそのことがやはり身に染みてわからなかったし、それに悪いことには何もかも私の犠牲というふうに考えていたのだ。あなたは偉い人だから私のようなバカが犠牲になるのは当たり前だ。しかし私は全部の個人生活というものを持たない私である。とすればその私の犠牲になるということは何を意味するか。はっきりしたことだ。私は組織の一メンバーであり、組織を守り、我々の仕事、それは全プロレタリアートの解放の仕事であるが、それをあくまでも行っていくように義務付けられている。その意味で私は私を最も貴重にしなければならないのだ。私が偉いからでも、私が英雄だからでもない。個人生活しか知らない笠原は、だから人も個人的尺度でしか理解できない。私はこのことをよく笠原に話した。彼女は黙って聞いていた。が、次の日、その日はそれから一言も言わずに、彼女は早く寝てしまった。7、夜、マスクの原稿を書いたり、地方のオルに出す報告を整理したり、それに配布の方から回ってきて少し停滞しているパンフレットや資料を読んで遅くなったので、次の朝10時頃まで寝ていた。私は下に誰か訪ねてきたりするには自分にでも驚くほど敏感だった。私はそれでハッとして目が覚めたらしい。頭を上げるとやはり巡査だった。戸籍調べに来ている。私はこういう時に自分が引っ張り出されないようにと、前から原石や氏名などを書いておばさんに渡してやった。巡査はこまごまとしつこく聞いていた。おばさん一家のこともまるで犯罪でも調べるように聞いている。これはどうも様子がおかしいなという予感が来た。私は耳を澄ましながら書類の入っているトランクに鍵を下ろして、音がしないように着替え始めた。曲がりはと聞いている。はあ、います。おばさんは茶の間に戻ってきて私の書いた詩編を渡したらしい。俺にはこの前いたところが書いてないね。夫婦かねとか、いつ籍が入ったのか、それとも籍が入っていないのか。これじゃはっきりしていない。おばさんが何か言っている。夫の方は勤めていないのか。今いるの。私は来たなと思った。今出てます。おばさんが言うのが聞こえた。私はほっとすると同時に、やっぱり有り金を叩いて、マダイだけは払っておいてよかったと思った。じゃあ、後でもう少し詳しく聞いておいてな。と、巡査が言って帰りかけたらしい。私はやれやれと思って、また布団の上に腰を下ろしたとき、戸を開けながら巡査の声がした。この頃赤がよく曲がりをしているから気をつけてもらわんと。私はギクッとした。おばさんははぁと言って聞き返している。巡査はそれに二言三言言ったらしかった。おばさんには赤というのが何であるかわからなかったのだろう。私はこういう調べ方のうちにただならぬものを感じた。その日連絡から帰ってくると、隣の町で巡査が戸籍名簿を持って小さい店屋に寄っていた。ところがそこから一丁と来ないうちに同じ町なのに今度は二人の巡査が戸籍名簿を持って戸次から出てきた。私は S に会った時朝の戸籍調べのことを話したら、全市挙げてしらみつぶしに素人下宿の調査をしているらしいから気をつけないといけないと言った。私はこの物々しい調べ方にそれを感じた。あいつらは今まで何べんも党は壊滅したとか根こそぎになったとか言ってきた。それを自分たちの持っている大きな新聞にデカデカと取り上げて、何も知らない労働者にそのことを信じ込ませ、来週から党の影響を切り離すことに向きになってきた。ところがそんなことをデカデカと書いたすぐ後から至るところで党が活動している。それはどうごまかしようにもごまかしが効かなかった。ことにこの戦争の時期にメーデーとか8月1日の国際反戦デーというような大きい寒波を前にして、あいつらどうでもこうでも党の力を根こそぎにしなければならなかった。彼らはそのために全力で彼らの持っているあらゆる国家権力を総動員している。口では党を侮ったり、デマを飛ばしたり見くびっているが、この事実は明らかにそれを裏切って、党があいつらの最大の敵であることを示している。外国のある記事には日本の党のことを小さくして戦闘的な党と書いてるそうだが、S は須山の神田伯山と違ってこういうことをよく知っていた。彼はそのことを私に話したとき、この小さくして戦闘的な党は一国の国家権力と対等に、いや対等以上に対立している大勢力なんだ、と言って、この小さくして戦闘的な党を根こそぎにするために、何百万倍も大きな図体のあいつらが躍起となっている。だから、この小さい俺たち一人一人といえども、それだけの自負を持って仕事をしていかなければならないと言った。それは素晴らしい自負だと言って、その時私たちは無償に喜んだ。その自負を最後まで貫徹するために、あいつらに捕まったりしてはならなかった。下宿がこんな具合だと危険、この上もない。私や須山や伊藤はメーデーを目指して倉田工業を動かそうと思っている。600人の臨時工の首切りをと伴って、私たちさえしっかりしていれば、その可能性は十分にあった。それを今やられたら全く階級的裏切りとなるのだ。S はこの頃枕元に太身のステッキと草履を用意して寝ることにしているそうだ。私はそのことに気づいたので、まだ実行していなかった物干しに草履を置いておくために途中一足買って戻ってきた。私は須山と会ってみて赤狩りは何も外ばかりでないことを知った。連絡に行くと向こうから須山が顔いっぱいに包帯をし足を引きずってやってくるので私はびっくりした。やられたというのだ。彼は時々包帯の上から顔を押さえた。傷が痛んでどうしようかとも思ったが、時期が時期だし、連絡が切れると困るので、ようやくやってきたのだった。私たちは外を歩くのをやめてシルク屋に入った。工場では外の警察だけではあまり効果がないというので、清川や厚田の猟友会や在京軍人の青年団を入れ、内部から赤狩りをしようとしたのに、マスクやビラなどでそのことが暴露されて焦り出したらしい。ところが会社はこの2、3日前から例の慰問金の募集をやり出した。時期遅れに倉田工業がそれをやり出したというのは、それでもって工場内の雰囲気を統一し、いわゆる赤の食い込む余地をなくそうという目的からだった。中君愛国であろうが何であろうが、彼らは自分の利益にならないものなら見向きもしない。会社にこのことを検索したのはパラシュート工場でマスクを持っていた女工を殴りつけた、職工の服を着た在京軍人の青年たちらしい。須山はこの物語を掴んで、猟友会の清川や厚田を大衆から切り離すことをしようと考えた。伊藤もそれに賛成した。労農大衆党という、とにもかくにも労働者のための党であり、とにもかくにも帝国主義戦争には反対している。だが本当は少しも労働者のための党でもなく、帝国主義戦争の上辺だけでしか反対していないのだということを皆の前で知らせる必要があった。須山と伊藤は猟友会の平メンバーに入っていた。プロレタリアートがブルジョワジーのあらゆる欺瞞的政策の本質をえぐり出して、戦争に反対するという困難な仕事をしていくためには、何より猟友会のような見せかけの味方、右翼日和見主義者と戦っていかなければならぬ。須山は慰問金のことで、猟友会の定期総会を開いたらどうか、と清川のところへ持って行った。それと同時に、伊藤の仲間や自分の仲間を通して、慰問金の募集の問題を一般に押し広めることにした。総会に出てみると、驚いたことには青年団の職工も来ている。私たちが猟友会を重く見ていたのは、そこには臨時工のほんの少ししかいなかったが、本校が多かったからである。伊藤や須山の仲間には本校が一人か二人しかいなかった。本校を獲得することの重要さが繰り返されながら、それがなかなか困難なところから成績が上がっていなかったのだ。猟友会も2、3の人間を除けば、漠然とした考えから入っているので、それらの目の前で清川が正しいか須山が正しいかをはっきり示せば、それらのものでこっちについてくる可能性が十分にあった。猟友会は戦争が始まってから半年にもなるというのに、1、2度しか会合を持っていなかった。仲間のうちでもそれをブツブツ言っていた。須山はまず皆の前で、これだけの労働者や農民が戦地から引き出され、かつ日常生活でもこれだけの強行軍をやらされているときに、猟友会が一度も真剣に開かれなかったことは階級的裏切りだというところから始めた。5、6人が異議なしだなと言った。が、その連中は言ってしまってからもじもじしている。私も須山も反動組合の各班の経験があるので、その異議なしだなと言ってもじもじしたのがよくわかった。それで私は笑った。須山も笑った。が、彼は、いたいたと包帯の上から顔を押さえた。彼はよく人の特徴をつかんだ真似がうまかった。慰問金のことになると、清川は満州に行ってる兵士は農民で我々の仲間だ。だからプロレタリアとの連帯心として慰問金を送ることは差し支えないと言った。皆は自分の爪をこすりながら黙って聞いていた。我々の同志は工場にいた時は資本家に絞られ、戦場に行っては敵弾の犠牲となっている。だがこの我々の同志を守る者は我々しかいない。だから我々は慰問金の募集に応じて差し支えない。清川の説に今度は皆はもっともらしくうなずいた。見ていると伊藤は困ったように前をしかめていたが、そうだろうかと言った。猟友会には女工が14、15人いたが、会に出てくる者は2人ぐらいしかいなかった。それを伊藤が誘い合わせたので6人ほど出てきた。猟友会としては珍しいことだった。ところで猟友会が女が発言したことは今までなかったので、みんなは急に伊藤の顔を見た。清川さんの話を聞いてるともっともらしいが、なんだか陸軍大臣の訓示を聞いてるようで、みんなはどっと笑った。清川さんでも誰でも今度の戦争が私たちのためでなくて、結局はやはり資本家のためにやられているということは分かりきっている。もしも私たち職工や失業者や貧乏百姓のためにやられているものとしたら、私たちはもちろん裸になっても有り金全部は慰問金にして送ってもいいが、そうではない。伊藤がそう言うと、青年団の職工が突然口を入れて妨害しだした。それで須山が割って入った。彼は清川の言葉をそのまま使って、我々労働者は工場にいるときは絞られ、資本家の用事がなくなれば勝手に街頭に放り出され、戦争になれば一番先に引っ張り出される。どの場面でもみんな資本家のためばかりに犠牲にされている。だから、もしも慰問金を出すならば、あいつらが出さなければならないのだ。そう言うと、皆もまたそれもそうだというような顔をした。慰問金を我々に出させるのは、あいつらは戦争は自分たちのためにやられているのではなくて、国民みんなのためにやられているのだと思い込ませるためのからくりなのだ。すると、伊藤は須山の後を取って、赤い慰問袋の話をしたり、戦争になってから少しも自分たちの生活が楽にならなかったことなどを話した。そうなると清川たちはもう太刀打ちができないのだ。清川は猟友会の音体の貫禄をみんなの前で下げてしまった。青年団の職工だってダメなのだ。だが、こういう社会ファシストの本体というのは、本当の芝居を大衆の前でなくて後ろの方で打つことに面目があるのだから、これだけでうまくいったと思えば大間違いなのだ。その会合の帰り、青年団の奴が3人で、お前虎だなと言って、ちょっと来いというのだ。そして、孤児に入るなり、いきなり寄ってたかって殴りつけた。3人じゃ、俺も育児なく伸びてしまったよ、と須山は笑った。須山はすぐ伊藤を通じて、昨日集まった猟友会のメンバーにこの卑怯なやり方を知らせてもらうことにした。それが何よりどっちが正しいか示すことになるからである。須山に会ってから1時間して伊藤と会うと、慰問金のことでどうして殴り合いになったのかとみんなが興味を持って聞くので、殴り合いのことを話しているうちに慰問金の本当の意味のことが話せて都合が良かったと喜んでいた。慰問金のことを十分に皆に分からせることができなかったと思って心配したのだが、皆は理屈より前に、この仕事の辛さに持ってきて、その上また金まで取られたらくたばるばかりだというので、案外にも募集は不成功に終わった。工場の様子では殴られてから須山の信用が急に高くなった。職工たちはそういうことだとすぐ感激した。その代わり須山は親父に睨まれ出したので、ひょっとすると危ないと伊藤は言った。今度の慰問金の募集は、どうも会社が職工の中の赤に見当をつけるためにわざとやったようなところがある。私は確かにそうだと言った。すると彼女は少し乗せられたと言った。私はいつもの伊藤らしくないと思って、それは違うと言った。俺たちはその代わり何十人という速攻を前に誰が正しいということを示すことができたんだ。それと同時に猟友会の中の我々の永久化を作れるし、それを放っておくのでなしに組織的に確保したら素晴らしい成果を上げたことになる。少しの犠牲もなしに仕事はできない。俺らは最後の決定の的瞬間にきっと役に立つ。伊藤は急に顔を赤くして、わかった、そうね、わかったわ、と言って、それが特徴である。感慨深い眼差しで何遍もうなずいた。私は冗談を言った。最後に笑うものは本当に笑うものだから、今のうちに須山に、渋顔をしていてもらうさ。伊藤も笑った。彼女はそれから自分たちのグループを築地小劇場の芝居に見に連れて行ったことを話した。どの女工も芝居といえば歌舞伎、過去自分で見たことはなかったが、水谷八重子しか知らないのに、労働者だとか女工だとかが出てきて騒ぎ回るのでびっくりしてしまったらしかった。終わってからあれは芝居じゃないわ、とみんなが言う。伊藤がじゃあ何だと聞くと、本当のことだという。面白いと聞くとみんな、さあと言ったそうだ。しかしよほどびっくりしたと見えて、後になってもよく築地の話をしだすそうである。伊藤にいつでも懐いている小柄のきみちゃんというのが、私女工って言われるととっても恥ずかしいのよ。ところがあの芝居では女工っていうのを鼻にかけてるでしょう。嘘だと思ったわ。そんなことを言った。が、それでも考え、ストライキにでもなったら、うんと威張ってやるけど、隣近所の人に女工っていうのはやはり恥ずかしいわ。みんなに、いつかもう一度行こうかと聞くと、行こうというのが多いそうだ。それはあの芝居を見ると、うちというのは自分の工場のことである。親父とよく似た奴がうんといじめられているところがあるからだという理由だった。伊藤が何気ないように、どうせ俺らクビになるんだ。おとなしくしていれば手当ても当たらないから、あの芝居みたいにみんなで一緒になってストライキでもやって、親父をとっちめてやろうかというと、みんなニヤニヤして、うんという。そしてお互い見回りながら、やったら面白いわね、と。親父のとっちめ方をキャッキャと話し合う。それを聞いていると、築地の芝居と同じようなやり方を知らず知らずに言っていた。伊藤の影響力で、これまでのこの仲間は3人ほどの猟友会の女工が入ってきた。それらはおっぴらな労働組合の空気を少しでも吸っているので、伊藤たちが普段からあまり喋らないことにしてある言葉を平気でどしどし使った。それが仲間との間に少し感激を作った。それとともに、それらの女工はどこか擦れていた。運動のことが分かっているという態度が出てきた。伊藤はその間の反りを合わせるために、今、いろいろな機会を作っていた。小説のようにうまくはいかないと笑った。私たちは縁故する日を決め、伊藤が場所を見つけてくれることにした。いよいよ最後の対策を立てる必要があった。あんたまだなす？伊藤が立ち上がりながらそう聞いた。あ、と言って私は笑った。おかげさまで膝の蝶つがいが緩いんだ。伊藤は、ちょっと帯の間に手をやると、小さく四角に畳んだ紙片を出した。私はレポかと思って相手の顔を見てポケットに入れた。下宿に帰ってそれを出してみると、薄いちり紙に包んだ五円札だった。8、笠原は小さい喫茶店に入ることになった。入ると決まるとさすがにかわいそうだった。運動している者が生活の保障のために喫茶店などに入るのは何と言っても恐ろしいことで、そういう同士は自分ではいくらかしっかりしていようとしても目に見えてダメになっていく。我々にとって雰囲気というものは魚にとっての水と少しも変わらないほど大切なんだ。女の同士が自分一個のためでも、また男と女が一緒に仕事をしていても、共倒れから逃れるために喫茶店に入る時も同じである。ところが笠原の場合、その仕事の訓練さえも持っていないので、ずるずると低い方に自分の体を傾けていくのは分かりきっていた。だがどうしても自分の全生涯をとして運動をやろうという企画も持たず、しかも他方、私の組織的な仕事はあくまでも守っていかなければならぬ土壇場に来ている以上、センチメンタルになっていることはできなかった。笠原ははじめ下宿からそこへ通った。夜遅く慣れない気苦労のいる仕事ゆえ、疲れて不機嫌な顔をして帰ってきた。ハンドバッグを置き捨てたままそこへ横座りになると肩をぐったり落とした。物を言うのさえ大儀そうだった。しばらくして彼女は私の前に黙ったまま足を伸ばしてよこした。私は笠原の顔を見て足に触ってみた。膝頭やくるぶしがわからないほどむくんでいた。彼女はそれを畳の上で折り曲げてみた。すると膝頭の肉がかすかにパリパリと音を立てた。それは嫌な音だった。一日中立ってるって辛いものね、と言った。私は伊藤から聞いたことのある紡績工場のことを話した。立ち腫れがして足ががくつき、どうしても機械についてられない。それが後から靴で蹴られながら働いているということを話した。私はそして、笠原がそういう仕事の辛さを自分だけの辛さで、自分だけがそこから逃れれば逃れることができる辛さと考えず、すぐそれがプロレタリア全体の縛り付けられている辛さであると考えなければならないと言った。笠原は聞いていて、本当にと言った。私は久しぶりに自分のあぐらの中に小柄な笠原の体を抱え込んでやった。彼女は目をつぶり、そのままになっていた。笠原はその後、喫茶店に泊まり込むことになった。その経営者は女で誰かの目掛けをしているらしかった。女一人で用心が悪いので、そこで飯を食っても同じ給金は出すから寝泊まりしてほしいというのだった。それで下宿にはしばらく国に帰っているということにして出かけていった。女主人は高等師範か女子大を出たかの英語な達者な女で、男は一人でなくて三人ぐらいはいるらしく、変わるがあるよそへ泊まって朝帰ってきた。大学の教授や有名な小説家や映画俳優がいて、その女が帰ってくると、いちいち際どいところまで詳しく話して比較をやったりするので、笠原は弱った。そして昼過ぎに2、3時まで寝ていた。私は朝起きても飯がない時には、そこの喫茶店に出かけていった。朝のうちはお客さんはほとんどなかったので、笠原の食うご飯のように装わして、飯を炊かせ腹に詰め込んだ。はじめ笠原が嫌がったが、しまいにはこのぐらいのことを当然よと言うようになった。喫茶店の台所は狭くてごたごたしていて、じゅくじゅくと湿っぽかった。私はそこにしゃがんで、急いで飯をかっこんだ。いい格好だ。笠原は2階の方に注意しながら私の格好を見て声を飲んで笑った。しかし笠原の雰囲気はこの上もなく悪い。女主人の生活もそうだし、女のいる喫茶店にはただお茶を飲んで帰っていくという客ではなく、女を相手にバカ話をしていく連中が多かった。それにいちいち調子を合わせていかなければならない。それが笠原の心に染み込んでいくのが分かった。私はまだ笠原の全部を投げ出しているのではない。機会があったらいろいろな本を届けたり、できるだけいろいろな話をしてやっていたのだ。だが彼女は今までよりももっといろいろなことを億劫があり、物事をしつこく考えてみるということをしなくなった。しかし私はそんな笠原にかかずり合ってることはできなかった。仕事の忙しさが私を引きずった。倉田工業の情勢が切迫してくるとともに、私は笠原のところへは、ただ交通費をもらいに行くことと飯を食いに行くことだけになって、彼女と話すことはほとんどなくなってしまっていた。気づくと笠原は時々寂しい顔をしていた。が、私はとにかく笠原のおかげで日常の活動がうまくできているのだから、その意味では彼女といえども仕事の重要な一翼を持っていることになる。私はそのことを笠原に話し、彼女がその自覚をはっきりと持ち、自分の姿勢を崩さないようにするのが必要だと言った。だんだん私には交通費や飯にありつくために出かけることさえ余裕なくなり、その喫茶店には3日に一度、1週間に一度、10日に一度というふうに数少なくなっていった。地方、地区、それに、交際と仕事が重なっており、一日に12、3回の連絡さえあることがあった。そんな時は朝9時頃出ると夜10時頃までかかった。下宿に帰ってくると首筋の肉が棒のようにこわばり、頭がギンギン痛んだ。私はようやく階段を上がり、そのまま畳の上にうつ伏せになった。私はこの頃どうしても仰向けにゆったり寝ることができなくなった。極度の疲労から体のどこかを悪くしているらしく、弱い子供のようにすぐうつ伏せになって寝ていた。私は思い出すのだが、父が秋田で百姓していたところ、田から上がってくると、泥まみれのわらじのままよくうつ伏せになって上がり花で昼寝をしていた。父は体に無理をして働いていた。小作料があまり酷なために、村の人が誰も手をつけないしころだらけのやじを余分に耕していた。そこから少しでも柵を上げて暮らしの足しにしようとしたのである。そんなことのために父はひどく心臓を悪くしていた。私はどうしてもうつ伏せにならないと眠れないとき、自分がだんだん父と似てくるように思われた。しかし父は地主に抗議して小作業を負けさせることをせず、自分の体を壊してまで働くことでそこから逃れようとした。二十何年も前のことだが、しかし私は違う。私はたった一人の母とも交渉を断ち、妹や弟からも行方不明となり、今では笠原との生活も犠牲にしてしまった形である。それに加えてどうやら私は自分の体さえそのために壊れかけているようだ。これらはしかし私の父のように地主や資本家にもっと奉公してやるためではなく、まさにその反対のためである。私にはちょんびりもの個人生活も残らなくなった。今では季節さえ同生活の中の一部でしかなくなった。四季の草花の眺めや青空や雨も、それは独立したものとして映らない。私は雨が降れば喜ぶ。しかしそれは連絡に出かけるのに傘を差していくので、顔を人に見られることが少ないからである。私は早く夏が行ってくれればいいと考える。夏が嫌だからではない。夏が来れば着物が薄くなり、私の特徴のある体つき、過去こんなものは犬にでも食われろがそのままわかるからである。早く冬が来れば、私はさあもう一年寿命が伸びて活動ができるぞと考えた。ただ東京の冬は明るすぎるので都合が悪かったが、しかしこういう生活に入ってから私は季節に対して無関心になったのではなくて、むしろ今まで少しも思いがけなかったような仕方で非常に鋭敏になっていた。それはおととし刑務所にいたとき、季節の移り変わりにことのほか鋭敏に感じたその仕方とはっきり違っている。これらは意識しないでそうなっていた。追われている生活が知らずに操作したのである。元警察に追及されない前は、プロレタリアートの解放のために全身を捧げていたとしても、やはり私はまだたくさんの自分の生活を持っていた。時には工場の同じ組合の連中、この組合は社民党系の反動組合だった。私はそこでの反対派として仕事をしていた。と、無駄話をしながら、新宿とか浅草などは歩き回ることもしたし、工場細胞としての厳重な政治生活が規制されていたが、合法生活が当然伴う交際だとか、活動写真を見るとか、そういえば私は最近この活動写真の存在ということをすっかり忘れてしまっている。飲み食いが私の生活を少なからざる部分を占めていた。時にはこういう生活から、交際としての仕事を1日2日伸ばしたりすることがあった。また自分だけの名誉心が知らずに働いていて、自分の名誉を高めるような仕事と交際の仕事とを食い合ったとき、つい自分の方のことから先に手がついていたことが一切ならずあった。これはもちろんその後の仕事の中で変わってきたが、それでも党員としての24時間の政治生活を私がしていたとは言えなかった。しかし、それは私ばかりに罪があるのではない。一定の生活が伴わない人間の意識的努力には限度がある。一切の個人的交渉が遮断され、党生活に従属されない個人的欲望の一切が規制される生活に置かれてみて、私がかつて生産しようとして、それがこの上もなく困難だったそれらのことが、極めて必然的にやすやすと行われたのを知って驚いた。それはこれまで12年間の努力を2、3ヶ月に縮めて行われたということができる。はじめこの新しい生活は、小さい時誰が一番水の中に潜っているかという競争をした時のような、あの耐えられない何とも言えない胸苦しさを感じはしたが、だがもちろん私はまだ本当の困難に鍛錬されてはいない。須山と違ったスクラップの好きな S は、私の24時間政治生活というのに対して、1日を28時間に働いても疲れを知らないタイプに自分を鍛えなければダメだと言っている。一日を28時間に働くということが私には初めよくわからなかったが、しかし一日を12、3回も連絡を取らなければならないようになったとき、私はその意味を了解した。個人的な生活が同時に階級的生活であるような生活。私はそれに少しでも近づけたら本望である。倉田工業は臨時工の若干を本校に直すかもしれないという噂で、最後のピッチを上げていた。私たちはそれに備えるため細胞の再編成をやることにした。須山のグループ、影響下からは1人。それは若い本校だった。それから伊藤のグループから2人。そのうち1人は本校、1人は臨時校だった。この3人は新しく細胞に推薦することにして履歴を取った。私はそれをオルに持って行き、承認を得た。そして、各細胞に対しては、職場内での責任を明確に分担して背負わせ、須山や伊藤に万一のことがあった場合、後の者が直ちに予定された新しい部署について仕事が一日でも遮断されることがないように手はずを決めた。須山や伊藤に何事かが起これば工場にいるとすぐわかるので、その時新しい細胞が須山と私との連絡場所にやってくることにしてあった。私たちの会合は闘争の司令部なので、どんなことがあっても連絡が断たれ、そのために一刻を争う時に対策や方針が出ないということは階級的裏切りだった。誰かがやられ、連絡が切れたためにうまくいかなかった。こういう今までのやり方は、あたかも我々が最初から弾圧がないかのような、またそれを全く予想していないかのような敗北的な見地に立っている。誰かがやられるかもしれないのは分かりきっているのだ。私たちは、だから最初から2段3段の準備をして、闘争を進めていかなければならぬ。事実、猟友会で乱闘をやってから、須山は極度に危うくなっていた。須山は、今日やられるか明日やられるかを覚悟して、毎日工場に出ていた。工場などで仕事をしているとき、ちょっと声をやられると、それっきりだった。しかし、組織の可能性が高まっていたので、彼は出ていた。危うくだったが同時に職場の中である程度のことを公然と言える自由を得たし、みんなの信用が出てきていた。月末が近づいた。会社はこの30日か31日に首切りをやるらしかった。香港に直すと言ってもまだそれが少しも具体化していないので、皆はようやく疑いをかけてきた。マスクでこのやり方が欺瞞であって、それによって一方では仕事の能率を高め、他方ではみんなの反抗をしとどめるためであることを書いたが、その意味が直に分かりかけてきた。臨時校が主なので、首切りが発表されてからでは団結力が落ちる。この2、3日にことを決めなければならなかった。私たちはビラやニュースで戦争に反対しなければならないことをアピールしてきたが、彼らが一度その首切りのことで立ち上がったら、それはレーニンの言い草ではないが、なぜ戦争に反抗しなければならないかをおとぎ話のような速さで教えることに、軍機を作っている工場であるだけ、はっきりと意識的な闘争ができるのだ。まずことを起こさなければならぬ。私は最後の腹を決めた。それは伊藤や須山の影響下のメンバー、新しい細胞に各職場を分担させて一斉に各種反対の職場の集会を持たせることだった。そしてそれを成功させるために、工場の中で、須山に公然たるビラまきをさせる。伊藤の汁小屋組に、兄が倉田工業の社員である女工がいた。その女工の口から31日ではなくて、31日のように思い込ませておいて、先手を打って29日に一斉に首切りをやることが分かった。その時は警察ばかりでなく、軍隊も出るらしかった。したがって是が非でも28日にストライキをやって、こっちが逆に先手を打たなければならない。ところが、須山には最近やられるらしい危険性がある。伊藤からの報告だったが、警察の私服が事務所の中から一、二度出ていくのを見ているし、須山のいる第二工場の入り口でよく親父と立ち話していた。それがこの一、二日なのである。太田がやられてからも、銅のビラが2度、マスクが2度も入っている。向こうが須山を睨んでいることはもはや疑うことができなかった。それに共産党といえば、どこか知れない上の方にいたり、あるいは地の底に潜って出没している神様か魔物であるかのように考え、また考え込ませられている。だが本当は須山のように皆からの信用がある、自分たちのそばで肩を並べて働いている者がそうであることをはっきりと示し、親しみと信頼を起こさせる必要があった。私が須山に公然と党のビラを任せる決意をしたのはそこから来ていた。最後を戦うために仮に須山がいないとしても、それは他の誰かがやらなければならない任務だったのだ。陰謀的な仕方ばかりでは最終的動員は行われない。見えない組織を蜘蛛の巣のように伸ばしておいて、そこへ公然たる扇動を持ち込まなければならないのだ。その最後の対策を立てるために、私たちは縁故することになった。この案はそこに出され決められるのだったが、しかし、須山のことを考えると、私はさすがに心が締め付けられた。党のビラをまいたとなれば、逃走経歴にもよるが、2、3年から4、5年の懲役を覚悟しなければならないのだ。いつもなら私は外へ一歩出たら、元とは違って、一切の空想事や考え事をやめて、C に注意して歩くことにしていたが、そしてそれはかなり慣れていたが、その日はふと気づくと私はすぐ須山のことを考えていた。だが、そんなに須山のことに立ち止まっていることは良くないことなのだ。須山にしても自分たちの置かれている情勢をはっきりと見ていれば、このことを一つの必然として、しかも不可欠のものとして理解することができるはずなのだ。そこに別の道、あるいは避けて通れる道が一つもなく、しかもプロレタリアと解放のためにはどうしてもその道を通らなければならないとすれば、私たちがそこから何か仕事以外のもの、例えばこんなことをすることが残酷なことではないだろうかとか、また同情に耐えないことではないだろうかとか、そんなことが引き出せるわけがないのだ。だが会合の場所に行くまで、私の頭にあの突拍子もないスクラップで私たちを笑わせる須山の顔が来て困った。場所は今まで3度くらい使ったことのある須山の昔の遊び、飲み友達の家だった。足元の見えない土間で下駄を脱ぎ、それを懐に入れて2階に上がっていくと、斜めに光が落ちてきて須山の顔が覗いた。伊藤は壁に寄りかかって横座りをして足を伸ばし、それを自分で揉んでいた。私が入っていくと遅れ毛をかき上げるようにして下からちらっと見た。私はこの前は、と言った。彼女はそれには別に答えなかった。工場のオルグをやるとどうしてもお白いっ気が多くなるが、細胞の会合の時には、伊藤が今まで一度も、お白いっ気のある顔をしてきたことがなかった。またその必要もなかったので、ふと見ると。ところが、伊藤は今までになく綺麗な顔をしていた。どうし伊藤は今、男の本校を一人オルグしてお帰りなんで、と、須山は、またすぐちゃめて、伊藤の顔を指した。そんな時はいつもの伊藤で黙っていた。が、彼女はなぜか私の顔をその時見た。会が始まってから、私はいつもやることになっている須山の報告に特に注意した。彼はこの間の細胞会議の決定に基づいて職場に集会を持たせるように手配したが、工場の様子を見ていると、ここ2、3日が決定的瞬間らしく、そのためには今至急何とかしなければならないと言った。伊藤はそれに加えて、前に私に報告してある各種がこの31日と見せかけて、実は29日にやるらしいこと。パラシュートやマスクの引き受け高から胸算してみると、それがちょうど当たっていた。そのためには、あさってに迫っている28日に少なくとも決定的な闘争をしなければならないと言った。見解は一致していた。だから問題はその決定的な闘争をどんな形で持ち込むかにあった。須山は考えていたが、ここまで準備は整っているし、みんなの息も上がっているのだから、あとは大衆的扇動で一気に持っていくことだ、と言った。それからちょっと言葉を切って、この1期が1期になるか2期になるかで勝ち負けが決まるんじゃないかな。そう、あとは、天下譜だけが必要なのよ、800人のために。伊藤は珍しく顔に興奮の色を出した。俺、最近といってもこの2、3日なんだが、少しジレジレしてんだ。今までのいろいろなやり方で福本イズムの時代のセクトを生産しながらやってきたが、まだやはりそれが残っている。今一息というところで、この工場を戦い抜けないのが、そこから来てるんじゃないのかな。須山は私の顔を見ていった。誰かが大衆の前で公然とやらかさないと、戦いにならないと思うんだ。量から質への転換だからな。俺、それは極左的ではないんだと思うんだが、どうだろう。須山は、誰かがそれを極左的だと言ったかのように、そこへ力を込めていった。私は毒場でなく、納得によって闘争を進めていかなくてはならぬ。それで私は黙って、ただ、問題が正しい方向に進むように注意していただけだった。ところが、それはやはり正しいところへ向かってきていた。ことに、伊藤や須山が仕事のやり方を理屈からではなく、刻々の工場内の動きの解決という点から出発して、しかも、それが正しいところに合致しているのだ。これは労働者の生活と離れていないところから来ていることで、我々の場合、ここに理論と実践の微妙な統一がある。私はそれを極左的だというのは卑怯な右翼日和見主義者が自分の実践上の敗北主義をごまかすために相手に投げつける言葉でしかないと須山に言った。須山はそうだと言った。私はそこで私の案を打ち出した。瞬間抑えられたような緊張が来た。が、それはごく短い瞬間だった。俺もそうだと思う。須山はさすがにこわばった声で最初に沈黙を破った。私は須山を見た。と彼は、それは当然俺がやらなければならないと言った。私はそれにうたついた。伊藤は体をこっちり固くして須山と私と須山と目だけで見ていた。私が伊藤の方を向くと、彼女は口の中の低い声で、異議なしと言った。見ると須山は自分でも知らずに、あぐらの前のバットの空き箱を細かく切り刻んでいた。それが決まった時、ふと短い静まりがしめた。すると今まで気づかずにいた表通りを通る人たちのぞろぞろした足音と、しきりなしに叫んでいる夜店の敵屋の大きな声が急に耳に入ってきた。それから具体的なことに入った。最近ビラや更新のマスクが女の身体検査がルーズなために女工の手で工場に入っていると見当をつけて、女工の身体検査が急に厳重になりだしている。それで当日は伊藤が全責任を持ち、両ももがゴムでぴっしりと強く締まるズロースを履いて、その中に入れて入ること。彼女は朝 S の方からベラを手に入れたら、町の共同便所に行ってそれをズロースに入れる。工場に入ってから一定の時間を決めて、やはり便所を使って須山に手渡す方法を取る。ビラは昼休みに屋上で巻くこと。それらを決めた。会合が終わると、今まで抑えていた感情が急に胸いっぱいに来た。長い間のお別れだな、と私が須山に言った。すると彼は、俺の友達にこんなのがあると言った。仲の良い二人の友達なんだが、一人は 3.15 で3年やられたんだ。ところがもう一人は次の4.16 で4年やられた。3.15 のやつが出てきて、昨年12月またやられ3年になった。そいつは 4.16 のやつが出てくるのを楽しみにしてたんだ。それで監獄に入るときに曰くさ、俺とあいつはどうも永久にこうやって入りくりになって会えないらしい。だが結構なことだって。そしてこれは、俺の最後のスクラップブックかな、と自分で言った。私と伊藤は思わず吹き出したが、流さる時のように私の顔はこわばった。どんなことがあったって、この組織さえがっちりと残っていれば、闘争は根を持って続けられていくんだから、君だけは捕まらないようにしてくれ。君が捕まったら俺のしたことまでも不意で、犬死になるんだからな、と須山が言った。私たちは今日の決定通りに準備を進め、26日の夜もう一度会うことにして、じゃあと立ち上がった。その時私と須山はそんなことをしようとは考えてもいなかったのに、部屋の真ん中に立ったまま、両方から力を込めて手を握り合っていた。ふと須山は子供のように照れて、なんだ佐々木の手はちっちゃいな、と私に言った。須山は外に出ながら、もうこれから機会もないだろうと思って私のうちに寄ってきたと言った。君のお袋は会うたびになんだかだんだんこう小さくなっていくようだ、と言った。私は何を言うんだろうと思った。が、不意にそのだんだん小さくなっていくという須山の言葉は私の心臓を打った。私はその言葉のうちに心配事にやつれていく母の小さい姿がありありと見える気がした。が、こういう時にそんなことを言うやつもないものだと思った。私はさりげなくただ、そうだろうなと言って、その話の尻を切ってしまった。須山と別れてから、伊藤が次の連絡まで30分ほど間があるというので、私と少しブラブラすることになった。私たちは26日には須山のために小さい会をしてやろうという話をした。そのために伊藤が菓子とか果物を買ってくることにした。伊藤はいつもは男のように大股に少し肩を振って歩くのが特徴だった。それが私のそばにもなんだか女っぽくちょこちょこ歩いてるように見えた。別れるとき彼女は、ちょっと待ってねと言って小さい店屋に入っていった。やがて買い物の包みを持ってくると、これあんたにあげるのと言ってそれを私に出した。そして私が困ったなというのに無理やり手に持たせてしまった。この頃あんたのシャツなど汚れてるわ。向こうじゃよくそんなところに目をつけるらしいのよ。下宿に帰ってその包みは開けてみながらふと気づくと、私は伊藤と笠原を比較してみていた。同じく女だったが、私は今までに一度も伊藤と笠原との比較で考えてみたことはなかったのだ。だが伊藤と比べてみて、初めて笠原がいかに私と遠く離れたところにいるかということを感じた。私はもう10日ぐらいも笠原のところへは行っていなかった。9. 倉田工業の屋上は新築中の第三工場で、昼休みになるとみんなはそこへ登って行って、初めて日の光を体いっぱいに受けて寝そべったり話し込んだり、ふざけ回ったり、バレーボールをやったりした。その日はコンクリートの床に初夏の光が眩しいほど照り返っていた。須山は自分の周りに仲間を配置して、いざという時の原則妨害をさせる準備をしておいた。一時にちょうど15分前、彼はいきなり大声を上げて、ビラを力いっぱい、そして続けざまに投げ上げた。大量各種絶対反対だ、ストライキで反対せえ。あとは、しかし皆の声で消されてしまった。赤と黄色のビラは火を受けてキラキラと光った。ビラが巻かれると皆はハッとしたように立ち止まったが、次にはわーっと言ってビラの巻かれたところへ殺到してきた。するとそのうちの何十人の者が向きになって拾い上げたビラを点で高く巻き上げた。それで最初一箇所に巻かれたビラは瞬く間に600人の従業員の頭の上に広がってしまった。こんなことがあるだろうとあらかじめ屋上のところどころに立ち番をしていた守衛は、こらこら、ビラを拾っちゃいかんと声を限りに叫んで割り込んだが、さて誰が撒いたのか見当がつかなくなってしまった。見ると誰でも彼でもビラを撒いているのだ。仕方なくなった守衛は屋上から狭い出口を固めて、そこから一人ずつ通して首実験しようとしたが、そんなことをしていたら1時間経っても仕事ができない。皆は太いコンクリートの煙突から就業の棒が鳴り出すと、腕を組んでその狭い入り口にめがけて、わっしょわっしょと押しかけてしまった。そうなれば守衛にはもはやどうにも手がつかなかった。伊藤が見ていると須山はその人混みの中をクソ落ち着きに落ち着いて悠然と降りていったそうである。後で親父が誰が撒いたか知らないかと一人一人に聞き回ったが、確かに須山が撒いたことを知っている者がいるにもかかわらず、誰も言う者がいなかった。青年団のバカどもが悔しがってプンプンした。その日須山のいる第2工場と伊藤たちのパラシュートでは規制が上がって、代表を選んで他の工場とも交渉し、会社に抗議しようというところまで来た。帰りに須山と伊藤が一緒になると、彼はこういう時は俺たちだって泣いてもいいんだろうなと言って、むやみに帽子をかぶり直したり、顔をせわしくこすったりした。途中彼は何遍も、こうまでとは思わなかった。こうまでとは思わなかった。大衆の知事って恐ろしいもんだと繰り返していた。私はビラを撒いた日の様子を聞くため、その日遅く伊藤と連絡を取っておいた。私は全く瀬山が一緒にやってこようとは考えてもいなかったのだ。私は伊藤の後から入ってきた瀬山を全く2、3度見直したぐらいである。それが紛れもなく瀬山であることが分かったとき、私は思わず立ち上がった。私はそこで詳しいことを聞いたのである。私も興奮し、瀬山が伊藤に行ったという言い方を真似して、こういう時は俺たちだってビールの1本ぐらい飲んだっていいだろう、と3人でキリンを1本飲むことにした。須山ははしゃいでいつもの茶目を出した。あのビラ少し匂いがしていたぞ、と伊藤にそんなこと言った。私はこらと言って須山の肩を掴んで笑った。しかし、決定的な闘争はむしろ明日の金婚一番にあるので、私たちはそれに対する準備をさらに練った。次の朝、職工たちが工場に行くと、会社は600人の臨時工のうち400人に、2日分の日給を渡して門のところで解雇してしまった。警察が15、6人出張してきていて、日給はもらいはしたものの、呆然としてその辺あたりにうろうろしている女工たちに、さあ帰った帰ったと追い戻していた。環状口の側に29日仕事の切り上げ予定のところ、今日になりました。しかし会社は決して皆さんに迷惑をかけないようにと、それまでの2日分の日給を進んでお払いしますから、当会社に意のあるところをお組み願います。なお、また新しい仕事があるときは、会社としては皆さんに採用優先権を認めますから、お含みください。と、大きな掲示が出ていた。臨時工200人だけ後に残したことにも、彼らの魂胆がある。歩調を乱れさせたわけだ。解雇組には、須山も伊藤も入っていた。私たちは土俵際でまんまと先手を打たれてしまった。須山と伊藤は見ていられないほどしょげてしまった。私とても同じである。しかし敵だってデクの人形ではない。私たちはすぐ立ち直り、この失敗を経験に取り上げ、逆転した情勢をそのままに放棄せずに、次の闘争に役立てるようにしなければならない。蹴散らされたとはいうものの、本校の中に2人のメンバーが残っている。また、解雇された者たちは、それぞれの仕事を探して散らばっていったが、その中には伊藤と須山のグループが10人近くいる。したがってそれらの連絡を今後とも確保することによって、私たちの闘争分野はかえって急に広がりさえした。奴らは先手を打って私たちの仕事をめちゃくちゃにし得たと信じているだろう。だが実は他ならぬ自分の手で私たちの組織の種を吹き広げたことをご存じないのだ。今、私と須山と伊藤は元以上の元気で新しい仕事をやっている。括弧全編終わり。この小説は全編で終わりです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。